ましょう。おお何これ超面白いんだけど。2400ぶりのラッシュです。面接忘れた、ちょ右打たしてごめんね。あごめんなさいごめんなさい。相談があります、はい、コンプリートを目指そうと思って頑張ってきましたが、うん、おそらくこの時間からですとコンプリートは無理、あと気持ち的にも無理なので伝説変更しませんか。しましょう。おのおのの出玉をリザルト合計9万5000どうだろうか。あ確かに、じゃあ合計9万5000をすれば私たちの伝説達成ってことでいいですか。いいと思う。それもだってすごいことよ。すごいこと、めったにない。私1万私8000いくらとかでした、うん、合わせて大体2万、あと7万5000いける。いけるか。よし絶対やるぞ、四股踏んだんだから。もう四股踏みたくね。本当に渋垣隊以来だったもんで、モック以来だったもん、あんな四股踏んだのは。そう、もっと男性の裸をさらけ出すみたいなドラマとか映画がもっともっと生えてほしいんですよね。どういうこと。四股とかなんか締め直しながら、四股を踏みながら、踏んどしながら打つパチンコ番組とかあればいいのに、かっこヒゲンジンさんになってしまう。あ、確かに確かに、それヒゲさんだわ。完全にヒゲさん。ヒゲンジンさんってすごい先進的。確かにヒゲさんがいるね。いますよね。じゃああれがいいじゃん、ウォーターボーイズとかさ。私ウォーターボーイズ大好きなんですよ。あれ普通に面白いしね。わかる、ね、しかも私なんかそのスポーツ選手とかやっぱりそういうなんか目で見てしまうところも正直あるんですけど、うん、そのドラマだったりスポーツだったりそういうものをやっぱり一選手としてドラマはやっぱりそのドラマとしてちゃんと見たい気持ちもあるんですよ。うんうんうん、そういう、うが、なんかこういやらしい部分だけ切り取って見るんじゃなしに、そうそう、嫌なオカマのなんかその変な目線で、うん、はいはいはい、見るのではなく、性的なものとして消費するわけではなく、そうそう、だから私も銭湯とかも本当にそうで、うん、ちょっと ふとしてしまうと、うん、どうしてもやっぱりペケペケって反動してしまう部分があるので、そっかそっか、うん、私はもう博物館だと思って銭湯に入ってます。博物館。私今2000発投資500玉なんで。あそっか、それがすごいよな。ですです、1500玉ぐらいプラスではあるんですけど、別にプラスを求めて頑張ってる番組じゃないのよ。やっぱり何度でも見返したい、うん、そんな動画を目指してます。何回でも見返したいやつね。そうなんですよね。一回見てああ面白かったって思ってくださるのも嬉しいんですけど、うん、やっぱりうわこんなに出るんだ、パチンコ意味あるなとか、やっぱりなんかそのいろんなものが相まって、うん、そう何度でも見返せる。そして例えばその棋士自体が旬の棋士じゃなかったとしても、はいはいはい、そういう動画ってなんかすごく素晴らしくないですか。いいよね、うん、そう考えるとやっぱり伝説級の出玉とか演出とかそういうものかなと思うのよね。わかるわ。ちょっと棋士的にはアズールレーンって本当に申し分ないじゃないですか、うん、そうそうそう、コンプリートさせたいな。いやマジでさせたい。いや私500ぐらい回してますけど一回も先バレ来ないんですけど、結構こういうもんなんですね。そうなのよ、こういう台なのよ。いや恥ずかしい。だって1600で2回よ。1600で2回半端じゃないな。1600で2回だったもん。でも人の当たって外れたっていう話を聞くとやっぱ本当に 40% ぐらいかもとは思うかな。私も実際今日2の1だし。私最近リングに 謎にハマってて今さら今なんかライト変なタイミングだな。ライトミドルのリングよく打ってるんですけど、おうおう、なんかどうしてもあのジョグ操作のやつで当たりたくて。ジョグそう、サタジョグ操作して見つけろみたいな。うわ SD 中。ああこれか。そうこれこれこれ。はい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 、はい、やっとわかった。全然当たれなくて私、はいはいはい、もうなんか狂ったようになんかすごいむしゃくしゃして絶対ギャフンと言わせてやろうと思って3日連続で打って旗当たり全部 U タイムだったんですね。そのおかげで私マジで本当おったー覚醒。いい音、ほんといい音よ。リングのせいで先月大負けしちゃったって話してたらさせねえぞって。させないわよ。おーきょ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 、どれだろう。街灯私2個入れちゃったかな。あー強いぞ強いぞ強いぞ。これこれだ、これ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 。いいよ。1個か。これカラーあります。カラーという英語。いやカラー多分ないと思う。1個2個3個で出るチャンスみたいなの、うん、その方、その色しか見たことない。オッケーです。ギジルのね。ピュー鳥が飛んでこないと。エンタープライズ
ボーン、あん、いいよね、いいよね、お互い、キン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 、青か、ぎじりますよね、ぎじりますよ、このリーチ挟んでぎじるかもね、あ、それがいいですね、可愛いフォント、ロングリーチみたいなの挟んで、クイーンエリザベスちゃん、クイーンエリザベスちゃんって言うの、クイーンエリザベスちゃんだと思うの、待って、クイーンエリザベス号とか船の名前になってるの、言ってるじゃん、だから全部船の名前だよって、これ船の名前になってるんだ、今さらださ、何回も言ってるよその話結構序盤からずっと言ってるじゃん、声が小さくなかった、戦艦の名前だよってずっと言ってるから、そりゃ大歓声取ったよ、待って、これ絶対大歓声嫌よ、この中で欲しいの、エンタープライズが激アツなの、いや箱ね、箱の中身ね、箱です、箱根ではない、箱、箱の中身は何じゃろうな、そう頼む、いやこれ絶対決めたいの、まだ持ち玉なすギリギリ、大回戦はもう決まってるからね、わざわざ出てほしくないね、いやどうだろう、ゾーンもなければエンタープライズも出てない、金出ればめちゃめちゃ熱いですよね、この台金熱い、うわっ、あ、ちょっと待って、押してもらう、押してもらう、熱い強い強い、あのなんかなんだろう、その決め予告とかじゃないけど全然あり得る、全然全然カラーカラーカラーノーカラーノーカラーです、やばい、これ赤のチャンスアップめっちゃ強いからね、チャンスアップはタイトル、カットイン、テロップ、あと戦闘機、同行版、これ参戦しなかったら厳しくないですか、参戦しここですか、厳しい厳しい、うん、そこそこ、でも私さっき参戦しなかったけど行けたよ、本当ですか、今同行版の緑、青か紫みたいなのしか入ってない、ね、カットインが強かったんだよね、私、あ、なんか全面赤みたいな、うん、お願い、押して参るしかない、カットイン出るだけでチャンスアップだからね、あ、そうなんですね、出ろ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 、クイーンクイーンクイーン、あー弱いかな、これまずくない、まずい、100分の1いけない、通常戻った後、最後覚醒ボタンがね出てればね、そっか、Pフラモードか、うわあ、残念、560分の1の先バレ、あー560回してたのか、はい、意外ともう早いね、なんかこれ後半ラッシュ入れるのも難しそうだな、まあ、正直1日1回ラッシュ入れたらもう出し逃げするような台だと思ってるからね、出し逃げ、正直ワード当て逃げ、やり逃げ、当て逃げしましょう、当て逃げ、やり逃げ、だからこうなんだろう、1日かけて追い切るような台じゃないもんね、この台ね、そもそもスペック的に1日2回もやっぱちょっとラッシュはね、なかなかハードルが500分の1の 61% だからね、800分の1ぐらいじゃん、だからすごい台だな、800分の1を1日2回引くってなかなかよ、確かに、いやーやっぱりシコ踏んだから出ますね、完全にね、出てねえよ、シコ踏んで気分がいいじゃない、シコ踏んで先バレ1回じゃんか、あなたね、立派だった、立派なシコだった、本当に立派なシコだったよ、もうカットしてほしいよ、だって平山さんのお願いですもん、これから毎回ゲストの方やっていただきたいけど、毎回やんの、でもまあ前回は平山さんのお願いがあったから、なんでそもそも平山じゃシコ踏んだんだ、なんかシコシコ連目指すということで45連を目指すために、私が思いつきでシコ踏んだんですけど、そういうことか、それが思ったより良くて、もうじゃあこれ定型化していこうかっていう、なるほど、シコ踏みライター笑バカに呼ぼうか、私だってさ、あの地獄に連れて行かれたわけじゃないですか、そうですね、四股の獄に、そうだから逆に言えば今後のゲストさんもぜひね、四股を踏んでほしいって気持ちあるんですか、いや本当よ、道連れよ、私は言えないから、うん、もうだからレオコさんからなんか次回のゲストさんにも言ってくださったなと思うんだけど、次回誰が来るの、次回はなんと水木彩ちゃんです、水木彩ちゃん四股踏むの、あの何度も踏ませます、何度も踏ませる、本当に、彩ちゃん何年目？踏むよね。踏むよね。森本玲子さん何年目なんですか？14。14年目の森本玲子さんが水木彩さんに思考を踏めとおっしゃっています。思考を踏め。踏むでしょう。踏まなかったら問題ですよ。踏まなかったら問題ですよ。踏まなかったらあの水木彩は、彩はあの森本玲子を冒涜している。そうね。うん極端、冒涜してる、超極端、踏まなかったら、ああ私舐められてんだなと思う、うん、怖い怖い、なんかタナチは一人っ子だっけ、そうですそうです、変身爛漫だもんね、
私天真爛漫って来た天真爛漫なんだんだんいやお願いしますレオコさん頼む当たってくれ頑張れレオコおっとエンタープライズすでに煽ってるこれゾーン入るかもねいけ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 あれゾーン入りませんでしたか静かな始まりこれ最初さ歌ってるの水木奈々だと思ったのよ水木彩だった違うあのマクロスの人だったああダメだったシェリルの人だったあシェリルの人、うん、全然ダメだった全くだったね結構難しいなダメかなった時は結構分かりやすいんですねうんもう田中さんさちょっとこれさ合わせ9万5000は無理だねレガなんかちょっと話し合いませんか話し合いましょう話し合いたいですすごく、うん、あのこの番組、うん、伝説を作るっていうことなんですけど、はい、やっぱり伝説を達成するために頑張る姿もいいんですけど、うん、やっぱり達成したいんですよあの、うん、ぶっちゃけですけど9万5000発は無理無理えもうどうしますはっきり言います無理ですあれ何がいいと思いますあのね私はね私も1個あるあ鮮度と言ってみませんうんせーのラッシュに入れる入れるじゃあ、うんまあ、せめてもの、うん、ラッシュに入れて、うん、2万発出しませんかおう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 ラッシュに入れるだけだったらさすがに伝説は言い難いそう甘いすぎている、ねうん、どっちでもいいからとにかく入れて2万もしくはお互い入れて合わせ2万行きましょう。とにかく庭、ね、そう、うん、早く伝説ってやりたいのよ達成してないけど言ったけどね、はい、でもこれさ、さすがにこれもしダメだったらダメでしたはないよねここまでちょっとハードル下げといてできませんでしたじゃあちょっと許されないんじゃないかなしたもうお家帰る時間なんでですね それはないってことですね許されないんじゃないかなと思うんですよ私大好きですあなたみたいなそういう人私もそう思いますじゃあ分かりましたよレオコさんそうしましょう私たちとりあえずもうラッシュに絶対入れるうん入れる最低で2万、うん、最低ラッシュ入れるはいでラッシュ入れて2万で伝説させにしましょう2万5000にしましょうラッシュ入れて2万5000なんで5000乗せたん2万5000にしません2万5000にしますか、はい、ラッシュ入れて2万5000で伝説させということにしますはいギリギリの、うん、ダメだった場合は、うん、何かしましょうのね何かしましょう何にしましょうな、むずいねうわラッシュ田中さん、はい、これで達成するからしましょう罰ゲームのことは考えなくていい関係ない罰ゲームとかない絶対達成すんの当てるからこれ触れろ触れなあれも潜入行くんだえ潜入ミッションいやこれ当てたいぞ頼むよ一応まあその大回戦 SPSB まではもちろん行きましてこっからですよ問題ははいあーかがちゃんあ赤タイトルだ熱いもしこのままかがちゃん一人のままだったら、うん、そうストーリー発展とかエンタープレイズあと援軍来なかったらいったエピソードそうなんですエピソードいっちゃいましたねタイトルテロップ、まあ、でもありえます、うん、でゼブラねもうどんな状況でも当確ですエピソード自分の台見たことなかったな友情愛情どっちも一緒です信頼度基本的にはありがとうございます友情です今回は確かに私たちの友情友情、ね、今日にふさわしいそうエピソードおい手つなげあ悲しい今日にふさわしいって言った直後になんか手が離れていくの悲しい手を取り合えないわよあーダメ吸引来ないさっき言われ2度外したまずいぞこれ2万5千どころかラッシュ厳しいぞラッシュ入れられないなんてありえない私ラッシュにもし入れられなかったらもう本当に私罰ゲームします本当にディレクターさんと寝ますそれは辛いな辛いレオコさんも辛いです私も寝たくないの辛
じゃあ枕営業だもんな。枕営業なんだ。レイナ、私クリーンクリーンやってきてんのに。なあ、ついに田中さんも枕営業で染めますか。あたしすごいですよ。終わった。お頼む、最後の田中、田中、田中、それは何、そのノリは何。頼むぞ、赤だぞ、赤だぞ、赤だぞ、ゲームス、着水だ、キュンキュンキュン、キュンキュンキュン、お前は絶対やらない、キュンキュン、田中、キュンキュンチャレンジ、熱い、ボトンバイブ、参戦してくれよ。あー、あー、田中、いや、待って、ボタンバイブ外れます。カットイン、赤いぞ、い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 いぞ、熱い、熱い、熱い、上陛下で変われ、上陛下、上陛下、上陛下、パーフェクトヒューマン、あったかマジかよ。おい、おい、ごめんなさい、おい、おい、キュンキュン、キュンキュン、キュンキュン、ごめんなさい。混乱、混乱と混沌、混乱と混沌と冒険。おい、すいません、うわ、マジで、すいません、今の煽って、すいません、ふざけやがって、ふざけやだよ、どれだけ待ちのどんどん登ってるんだ。いや、許せない、もう許せない、ほんと許せない。あ、しかも保留4、保留4です、保留4ということを最大限に頼む、もうそれさせてくれ。ボタンブルブルでなんなかったら何が、何が起きればいいの。それ当てて、チャンス、チャンス、チャンス、先読んでる、めっちゃ先読んでる。あ、いいよ、いいよ、箱取ったよ。カラー、カラー、カラー、レッド、レッド、レッド、何にもない、風も来てない、肉球風船、赤、ごめんなさい、ごめんなさい、割れない、ミアン、仮面ライダーの時と一緒。そういうこと、そういうことですよね。3つ割れれば次、ホリオ、キン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 、ホリアップにゃが金ですよね。え、え、それ緑じゃない、こっちから見たら緑。ごめん、なんで、なんで、なんで、ちょっと今怖かった私、色が分からなかったの。ごめん、こっちから見たらめっちゃ緑だったけど。あ、何、ただもう激アツ取るんだ。あ、取れない、もうない、もうない、ネクスト、ネクスト、もうない、早い、もうない、ずれてる、ずれてる、ネクスト、ネクスト、ずっとずれてるず、ずっとずれてるずって何。集中したいんだよ、ごめんなさい、ごめんね、うん、絶対ネクストだよ、いいわ、いいよ、いいよ、タナピー伝説、タナピーの現在。ちょっと待って、この台を悪く言ってごめんなさい、神台です、完全に神台、疲れてる、あ、ほら金の鳥が飛んでるよ、幸せの黄色い鳥、あ、ゾーン、ゾーン、ゾーン、あ、来たー、エンタープライズゾーン、素晴らしいよ、もう目に刻む、これさ、心に刻む、ここの画面全部使うんだよね、エンターバイザー、豪華、贅沢、そうそうそう、無駄遣い、いい意味、うわ、眩しい、ピカピカして、もう、てんこ盛りじゃん、前髪長すぎ、M 字バグ。長すぎ、誰が誰が入ってる、なんでだよ、激アツとか持ってきてくれないの。まあいいじゃない、当たるんだから、まあいいやね、うん、もう楽しもう、もう安全、安心、安全のピンフラッシュ、2万5000発お願いします。おお、天城ちゃん、天城ちゃん超える、赤タイトル、え、超える、超える、うん、天城ちゃん超えてく。やめてよ。ねえ、メラメラ燃えてる火をくぐり、いいね、エンタープライズ参戦、あなたと超えないです、天城越え、天城レオこと超えます、天城越え、作ってやりま す, ますレボリューション、いいじゃない、おーちゃんサポも多い、いや、たまたまこんななんだ、そうです、おー最高よ、スカイレーサーのようなね、うわー、エンタープライズのリーチャー初めて見れた、私エンタープライズのリーチャー初めて見れたって喜びを語れる日が来ると思わなかった。行きます、はい、おめでとうございます、レボリューション、レボリューション、よっ、コメントさんでしたら2万5000発、2万5000発、お願いします、あ、おしゃれ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 、テロップの枠が船、え、見ました、あんまりちゃんと見てなかった、ただの棒じゃないの、船、船だった、豪華客船、
豪華客船だったね。まあ今ね、当たりの喜びが出まさっちゃってね。806回転、投資がなんと1万円です。おいいぞ、打て。田中中佐、田中中佐打つんだ。いきます、森本中佐。私が大佐で君は中佐。森本、森本大佐いきます。もうこれでピーフラッシュがなったので、おそらく安心安全のピーフラッシュなので、ラッシュですよね。ラッシュです。これはもちろん。SS ラッシュ、あ、そういうダッシュですダッシュ名、ダッシュ名がね、そう何とかの略なのかなと思った、あの SS ラッシュ玉を抜いてください。おめでとうございます、田中さん、やったレインボー、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  LGBTQ のテーマからイメージからレインボー虹色、私には大量の講演会がついてる LGBTQ、ね、LGBTQ の力見せてやるわよ。強い色ついてるね。この前も言われました、私は LGBTQ の同士に、田中ちゃんって結構あの会ってみるとあの意外にかっこいいんですって。意外にってどういうことなのよ、一言余計なの LGBTQ は。今怒るとこじゃないもう怒りが爆発しちゃってんだ私も。感情がない。今やっと800万してやっとラッシュ入れたんだから、やっと今怒るとこじゃない、今喜ぶところ、喜ぶところ。でも怒りもパワーに変えて、感情間違ってる、もう間違いようがない。もう私はもう、ダメダメ、私は共同戦線、意外とプライベートのスタンダードタイプで、そう、うん、私セイレーンとキュンキュンは苦手。あ、そう、ちょっと苦手、なんか続けそうにない。なるほど、スタンダードタイプ共同戦線でいきます。私はキュンのね先読みが好きなんですよね。よし、行くぞ。キュンキュンガセ当たりみたいなの。私もちょっとまだ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 落ち着く、落ち着く、落ち着ける、落ち着ける、よかったよかった。伝説作る番組なんだから伝説作らないと。そうよ、9万5千発を諦めて2万5千発になりましたが頑張ります。で、あの初回は必ず次回だから田中さんごめん、あの言い忘れたんですけど、私ここからマジで集中しますね。はい、あ、集中しなくていいんだよ今。そうよ、一回必ず当たるから田中さん、ここは絶対当たりますから。でも流れが悪い今。あ、テンポってあるよね。そう、ここのこの辺りは次まで続きますよね、初回だから、うんうん、その次の辺りもテンポポンポンっていかないと。そうそう、ここでなんか中途半端にはまって次回まで持ち越してダラダラしてる怠けた気持ちでやってると本当に痛い目見るんで、きちんとやります。はいはい、付け込んでくるって言ってたもんね。そう、ダメな、そう、流れのままやってると本当に当たらないから。そうそう、流れ悪いな次回までって分かってんの。キンキンキン、オッケー、おー、運命が始まった。長い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 、そう長いよ。頼むよし、真なる武装を見せる、オカマの武装を見せてやる、オカマの武装、そう強気強気、うわいいよいいよいいよ、積み上げてくんだよ、リーマンの戦場で。この戦闘機が落ちてきた時になんて言ってんの、ドキュンって言ってんの分かんない分かんない、お願いします、お願いします、ナイスエクストラ、つないでください。ナイスです、ありがとうございます、感謝を持って頑張れ。よっしゃよかった、ギリギリありがとう、テレビ、テレビ、テレビくん、テンテレ選手危ない。今何連何発？今8連5千発弱です。あ、まだまだあと2万発か待まだ5千発かい1台いけた、楽しいんだ。1万近いと思ってたんよ。そんな、あのも もう一気にバーってまだ目標の5分の1じゃん右打ちを一気に消化するほど、そんなね、あの男気ない。当ててくれよさあ
あと18、15でちょ田中私は信じてる。田中心を踊るバディタイム。田中信じてます私は。田中ちょっとあと2万足りないって。田中パパ大丈夫です。 33% 取ってます。大丈夫です。本当ですかね。 33% のパティタイム。田中5500だよ。2万足りないよ。ねえ当たってないのに言うのもあれだけど大丈夫。保留連伝説残してきたんだ。保留連パティタイム頑張って保留連保留連。さああと2回。ない絶対ない。これでも 10% ぐらいあるよね。 40% ぐらいだからさ。ありそうです。40何パーだから5000発ですいません。47だっけな。でもユニコーンより引き戻さないか。いやーなんだよ。でも私この曲に出会えたことを本当に誇らしく思う。いきます。運命の50回転、うん、頑張ろう。この50回をやり過ごす確率がだいたいトータル含めて 40% ぐらいなんですよね。はい、41% ですね。だから2回に1回弱。うん、いけます。2人ともやってます。それやれてます。もう1回いけます。最終的に抜けてるからね。ちょうど2分1って感じですかね。大丈夫よ。帰れます。強気強気強気。絶対大丈夫。絶対大丈夫。大丈夫大丈夫よ。大丈夫。まだ大丈夫。5528。あと2万頑張ろう。はい、返事は、はい、聞いたことない声出さないでよ。難しい。この台超難しくないですか。あなた本気の金だね。金だね。金ゼリフだね。金そうだ。ママでも金だ。金玉も金。金玉ベージュなんだよな。でもこれはさすがに来たよ。来るよ。頼むよ。手と手を取り合いました。今日の出玉は本当にどんなもうバチンコ台もそうですけど、うん、ありえないぐらいの充実感があった。